しよう。ん？飽きて。わからん、飽きてきたんか、お腹が回ったの。どうしちゃったんだ。でもね、食べれんかもしれん。お腹いっぱいなんできた。これさ、多分温める方がいいんじゃない？温めることでなんか膨らまん、なんかチーズの白さがうわーみたいな、ドロドロみたいな。よりも温めない方がクリスピーな感じでパカパカパっていけるけ。あれ、いや、いやかもしれんけど、多分温めたことがちょっと原因の一つ。でも、おいおいしい、おいしく食べる方が重要。食べきることじゃなくて、美味しく、美味しく食べきることが一番いいけど、美味しく食べたいから、そんな食べるために温めほうがいいとかっていうのは嫌。でもうちの理論合ってない？でも分からん、なんか温めるとドレンってなってさ、分からんなんか胃にすごいわって負担きするわけじゃない。みわこちゃん、こちらのちょっと見られて、こちらの商品はチーズのピザをなんか2枚重ねて、ちょっとさ、メープルハウス、メープルハウス、そう、お店、カナダにあるお店です。おお、うまい。よし、食べるか。なんでそんなテンションさ、なんで。いや、あ、私食べてもいいよ。え、食べるよ。冗談に冗談、冗談に冗談。半分は食べれるの？ほんと？あれ？私の半分これ、なんかお腹はね、いつもよりポンポンならないけどね、ただ普通に多分脂っぽいんやろね、多分それじゃね。だから今なんか食べれると食べれるの、わかる。そっちそっち、ごめんごめん、私もじゃあそっち、わかるやろ。うん、私今カップヌードル出されたらカップ麺食べれる。食べれる、わかる。あ、そういうことや、そういうことや。あ、私今ポテトチップスも食べれる。うん、食べれる。ラーメン、めっちゃ食べれる。ラーメンってすごいよね。ラーメンって食べれるよね。めっちゃ好き。めっちゃ好きラーメン。27歳を味方につけようとしたいから、全国の27歳
ほら見て。頑張って、すごい偉い。こちらの商品はこちらのファンデーションとして使っていただいて。じゃあどうせごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかったね、すごい。でも、今日もお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。